我々の認識論の基本は空虚な入れ物を他者性との比較によってそれと認識しているが、インフォメーション、現実の生産様式としてのメディアの重大な過失はそこに潜んでいる。そもそも人間が手を加えて現実を提示するメディアに対して、インフォメーションの受け手がオリジナルを認識する。